はあ、丸一日は足止めされそうな大検問だ。これは約束の日までにエストレーガに着くのは無理だな。そんなのやだよ。検問を通らない方法はあるけど、すごく危険なんだ。諦めておくれ。やだやだやだよ。ねえねえ、もしかして帝国軍の検問に引っかからずに帝都へ行く道があんの？え？ええ、ドウズモアの森を通れば可能なはずです。でもその森は磁場が乱れていて、方角を見失う迷いの森なんです。私たちキャラバンギルドには通り抜けの方法が伝えられているのですが、近頃は獰猛な魔物が増えてとても通れません。失礼ですが、あなた方は？私はキャラバン商人のオーブ、妻のシンディと娘のアンです。俺はシング。この先の帝国軍駐屯地から逃げて。バカ正直にペラペラ喋ってんじゃねえよ。俺たちも急いで帝都に行きたいんだ。道を教えてくれるなら護衛は任せてくれ。本当ですか？ぜひお願いします。必要なものがあったら言ってください。うわーい、ありがとうお兄ちゃんたち。リチア様の器と確認可能な機動思念術詠唱者の捕捉に失敗。思念反応探索開始。機能障害、探索も失敗。やはり前回の戦闘で思念探知機能は完全に破壊されたか。これでは主、そして奴の位置も特定できない。追跡目標を器の関係者と推定される一行へと変更する。あれ？どうなってるんだ？まっすぐ進んでたはずなのに。そろそろ磁場の影響が出始めたようですね。少し待ってください。これで磁場の影響はなくなったはずです。この森を南西に抜ければ帝都エストレーガ。日のあるうちに急ぎましょう。早く早く、約束の日までに帝都に着かなくちゃ。おいアン、危ねえぞ、戻れ。大丈夫かアン？こいつは古代文明の化け物。化け物ではない。自分は識別コード IS206 11式ジャック型汎用機械人。主より発行されたオリジナル識別コードはクンツァイト。わけのわからねえこと。一体俺たちに何の用だ？警告、磁場障害発生、方位認識システム不調。磁場障害、方位認識不調？皇帝、自分もエストレーガへ向かいたいのだ。同行の許可を請う。だとさ、どうするよ。
よし、一緒に行こう。俺はシングメテオライト、よろしく。お前、こんな正体不明の化け物と旅をする気か？この人、アンを助けてくれたし、結構いいやつじゃないか。それに、あの手はソーマだろ。ソーマが使えるってことは、俺たちと同じようにスピリアを持ってるんだ。化け物じゃないさ。オーブさん、この人もテートまで一緒に行くことになったから。エストレーガへの通過ルートに関する明確な指示を期待する。そんな簡単に受け入れていいのかよ。どうなっても知らねえぞ。この辺りで少し休憩しようぜ。アンも疲れただろう。アン疲れてないもん。急がないと約束の日までにテートに着かないよ。自分はこの少女に同意する。エストレーガへ急ぐべきだ。うへー、僕は疲れたよ。だいたい約束の日って何なのさ。実は10年前に私と妻がテート・エストレーガで初めて出会った日のことなんです。私たち夫婦はまだ正式な結婚式を挙げていないのですが。それを知ったアンがどうしても私たちの結婚式を見たいと言い出して。それならと主人が2人の出会った記念日にエストレーガで式を挙げようって。あの、こんな話に皆さんを巻き込んでしまってすみません。ううん、すごく素敵だよ。そっか、結婚式か。結婚式。おい、今お前琥珀の花嫁姿を妄想しただろ。俺は絶対に許さねえからな。琥珀、お前たちと一緒にいた少女か。彼女が現在のリチア様の器なのだな。おい、リチアだと？てめえ、なんでその名前知ってるんだ？機密事項につき返答を拒否する。返答を拒否だ？なんだとてめえ、機械人形が偉そうに。どうぞどうぞ、まあ落ち着けてな。なんで、リチアってなんだ？俺の故郷のくだらない伝承さ。大昔から人のスピリアに宿り続ける女だとかなんとかな。琥珀はその話を真に受けて自分のスピリアの中に彼女がいるなんて言ってたかな。人のスピリアに宿る女？人のスピリアに別人がずっと居座るなんて、そんなのソーマを使ったって無理だよね。いや、リチアは本当にいるよ。俺、琥珀のスピルメイズで会ったんだ、リチアに。はあ？そんな話聞いてねえぞ。うん、言わなかったのは悪かったよ。
でもさ、翡翠は俺がそんな話をしてもきっと信じてくれなかったろ。俺が琥珀のスピルーンを壊した言い逃れに嘘をついてるって、そう思われると思ったんだ。でも確かに琥珀のスピリアにはエメラルドの髪の女の子がいたんだ。その子がリチアなんじゃないかな。おい、エメラルドの髪、まるでおとぎ話の眠り姫だね。もうみんな絵本の話なんかしてないで急ぐわよ。くそ、ますます琥珀のことが心配になってきやがったぜ。合流場所の手紙の届け先、ベンリア・ガネットのとこに急ぐぞ。記録、器との合流ポイントはテートのベンリア・ガネット。我が主よ、今おそばに参ります。ああ、皆さんのおかげで無事テートに着けました。これで妻と娘との約束を守れます。本当にありがとうございました。もうすぐパパとママの結婚式が見られるんだ。あん、嬉しいな。ねえねえ、お兄ちゃんたちもパパとママの結婚式を見に来てね。ごめんよアン、俺たちやらなきゃいけないことがあるんだ。じゃあコンチャイトもパパとママの結婚式見に来てくれないの？結婚式、婚姻関係を周囲に宣伝するためだけに行われる不合理な儀式。宣伝不合理？皇帝、お前の両親は儀式などという不要なものに不要な時間を割く愚か者、自分には理解不能だ。パパもママも愚か者じゃないよ。アンのお願いを聞いてくれたんだもん。そんなこと言うなんてひどいよクーチャイド。自分は事実を提示したまで非難を受けるいわれはない。てめえそんな言い方ねって言ってねえな。おい、お前一体何でできてんだよ。装甲はヘイムダル合金製、体は主に兵化ビフロストで構成されている。たとえ相馬を持っていようがやっぱただの作り物だな。人のスピリアが何にも分かってねえ。てめえのスピリアはその体みてえに兵化ビフなんとかでできてんのか。言い方ってもんがあんだろ、このバカ。バカ、それは自身より知的水準の低い存在に対して使用する。うるせえよ、もう黙ってろこのバカ。ごめんよアン、俺たちこれから大切な人を探しに行かなきゃならないんだ。だから俺たちの分までアンがパパとママをお祝いしてあげてね。いいんです、いいんです。こちらこそアンが無理を言ってすみません。さあアン、行きましょう。うん。クンチャイト、ひどいなんて言ってごめんね。お兄ちゃんたちみんなありがとう。子だね。聞いたか、あんな小さな子がてめえを気遣って一言残していくんだぞ。あの子の気持ちがわからねえてめえのスピリアなんざやっぱただの作り物だ。皇帝、自分のスピリアは。うるせえ、てめえのごたくなんざ聞きたかねえよ。おら、
与太話はそのくらいにしとけ。もう琥珀とイネスはエストレイガに来てるかもしれねえぞ。さあ手紙の届け先ベンリアガネットを探そうぜ。